ちょっと無理。今回は三国志十四パワーアップキットしていきますぞ。前回はシニアを失った恨みを馬頭軍にぶつけて長安、安定と攻略したところまで。結局西にアンチを求めてしまいましたな。いい加減攻められ続けるのに辟易していたからな。もう少した勢力同士、バチバチにやり合えばいいと思うのですが。東だとやり合っているんだけどな。馬頭軍が炎章軍を攻めなかった不思議がありますぞ。少しやり合ってた感はあったけど、ほとんどうちに攻めてきてたからな。組みやすしと思ったのでしょうな。舐められたもんだ。その舐められたお礼参りですな。お前んとこにも後で行くからな。それは勘弁ですぞ。各勢力の状況は、優勝軍はあまり変わらず、多少兵を減らしてそうな感じはありますが。お前んところはだいぶ危なそうだけど、ヘタレ殿がうるさいくらいに攻めてきますからな。そこで手に入れた負傷兵でうちに攻めてくるじゃん。それはライフワークですので。絶対打ち取ってやる。この状況がかなり危なそうに見えて。今は光を出す。危なくない。利通が仕事したか。長安でも迎撃で戦果を上げてましたな。そして、ここで滅亡ということは。師匠殿ですか。孔子を追い出されて霊陵で竜陵軍に滅ぼされた模様。南は孫権が抑えていますが。炎章軍が引き上げたか。正直、どこに過酷で集めた兵を投入しているのかという感じですぞ。お前んとこと孫権軍に負傷兵届けに行ってるんだとは思うけど。なんで？上陽から出陣したのは把握していましたが。深夜攻めたダット軍への対応だと思ってたし。今まで攻めてこなかったのにというのはありますな。上陽たちに頑張ってもらうか。小粒なのが多いけど土地を荒らされるのが腹が立つんだよな。青たがりは遊兵の日常茶飯事ですぞ。だから艦が滅びるんだよ。動きないではしませんぞ。それもそれでどうかだけどな。死者が面会を求めます。問題ないな。こういう無駄な兵を使えるのは羨ましいですな。お前のところも結構やってるけどな。いい連携が決まったな。1万2000人損害を出しましたぞ。舞台合わせたら言ってたな。恐ろしい義兄弟が生まれたものですな。最後これで防衛完了。舞台6000人減られましたな。水上に出られたらもう無理だからな。迎撃成功したからよしとする。紆余曲折あって、補給線を切っていますな。切るつもりはなかったけど、安定からなんかして迎撃したら切ってしまった。そこは農幹と主張したいわけですな。農幹農幹。ここまで。竜陵殿がわしに慶州を譲る話はどうなりましたかな。譲らずに息子に継がせた。結城殿ならワンチャンありますぞ。相変わらず中元は楽しそう。この三組がいつ崩れるかヒヤヒヤものですぞ。うちとしてはどうでもいいけどな。巨匠をヘタレが取っても普通にしのげると思うし、むしろ楽になりそう。死者が到着しました。権力の象徴、権勢は手放しませんぞ。理由が嫌だな。いきなりですな。舞台撃破で経験値溜まったのかもな。で、ヘタレさんはお帰りか。孫権軍も引き上げると、炎章殿の迎撃に向かいましたぞ。いらないでしょ。ヘタレ殿もヒゲ野郎も武将不足なのでしょうな。優秀なのがいないか。正直、格愛とか非能を同感攻撃に使うくらいなら、他で使った方がいいと思うけどな。非常にもったいない使い方ですな。表せ抜けないのにな。安定に攻めてきた馬長王、理通と総将のコンビで迎撃していく。さらに応援で支援ですな。馬長王瞬殺。もう一人奉仕持ちを連れてきて義兄弟にしたいな。強化できてないのがもったいないですな。そして、また攻めてくると、兵が少ない深夜から1万も出すとは。上陽からも1万程度だな。守れはするけど、手が足りない。上陽を防衛する武将がいないのが痛いですな。もう一組義兄弟が組めればな。希望的には2組ですぞ。攻めた時の拠点防衛用だな。どうした。各所で攻められつつなんとか守り抜かねばならぬ厳しさよ。それをなんとかするのが曹操軍。命令かな。平乱に追撃には失敗して、潜水攻撃準備は着実に進んでますな。問題は艦中から攻めてきてる優勝軍。下手をすると補給線を切られるかもですな。その前に天水を攻略するかだな。
投石満潮が到着し次第攻撃ですな。かしこまりました。あと20日もあれば到着するはず。深夜から攻めてきたのは長領たちが迎撃中。長領をどうするかですな。悩ましいけどなんとかするしかない。引き上げたと思ったらまた攻めてきてるし、守りやすいのでまだいいですが、隣接効果的にこっちが上だからな。そう一人点にお任せですな。正直ここに龍金を置きっぱなしなのをすっかり忘れてたんだよな。常用に送っていればもう少し楽だったかもですな。この段階でな。今度は妖怪経由。次は徐行経由で見たいですな。寒冷撃破して残りは離縁。まさかの迎撃されてる。孤立している加工塔が狙われましたぞ。投石の場所開けるために一人話したのは失敗だったか。負けるなよ。敵将出てこい。加工塔はここだ。いざ尋常に勝負。一撃。負ける以前のお話でしたね。打ち合うことがなかったからな。長州捕まえた。これで加工塔は安全ですかな。格がいたのが気になるけどな。死者が面会を望んでいます。毎回捕虜返せってうるさいな。合う合わないをほんと選択させてほしいですな。理念は倒しきれず、馬長。まさかの天水への援軍ですかな。隣接効果乗りまくりの奉仕馬長は危ないかも。その前に落としたいですが、失踪持ちだからな。リゲンは捕まえたか。捕虜にして勇気分に嫌がらせですな。そしてめちゃくちゃ早い。安定狙いなら良かったのですが、総人狙いだな。長領は長領たちが戻ったら送り出すかな。うん、何してくれてんの。縁に兵が少なかったので、今までにないフル動員じゃん。我が軍の最強武将二人ですぞ。それを深夜か他に向けろよ。そうせずに曹操軍にぶつける足、プライスレスですぞ。マジでうぜえ。長領たちが来れない以上、重要は観光ですかな。あとは各駅かな。魚鱗と観光のコンビ技ですかな。もう少し優秀なのがいればな。とにかく今は安定攻略。迎撃ですぞ。関水か。なんで仕掛けた。軍主自らとは。勝てなくはない数字だけどさ、ここで負けたらかなり痛いですぞ。どれほどの腕か見せてもらうぞ。格の違いを教えてやろう。一撃は当然の人。これはいける。勝った。生きていかはかなりまずいですからな。自ら出るまでもなかった。頼むから君主自ら行くな。関水は撃破たしけど、馬長が来ましたぞ。総人はヤバそう。今か。捕虜にして戻りますぞ。この加工塔に手加減は期待するな。他のみんなを巻き込めよう。多少は評価できましたぞ。総人には届かず。何人たりとも。ここで曹操様が自ら強化。馬長との戦いがどうなるかですな。加工園から逃げられると思うな。加工園も先方発動。行くぞ。この状態で馬長に競り勝ってる。馬長撃破ですぞ。曹操様最強説あるな。続きなさい。容赦するな。気づけば第二形態。徴兵は245人しかいませんぞ。そのまま天水攻略。曹操様のおかげでかなり楽に攻略できてるな。強化系はかなり強いのかもですな。間違いなくな。で、領族とは仲良くしないし、捕まえたのは全員捕虜で、誰もいませんからな。いたら驚きだけど。やってくれ。長州も馬厩も捕虜で、おまけで容姿撃破。
長領は観光と各駅で伏せ中。心配した長領と図工が駆けつけようとしていますが、問題なく守れそう。やりますな。でも一騎打ちはいらない。ほんとみんな好きですな。なんで仕掛けた。みんなやってるのでやりたかったが正解でしょうな。一騎打ちは流行りしたりなものじゃねえ。いざ尋常に勝負。当然一撃はなし。微妙な上に負けたし、盛り上がりにかけた一騎打ちですな。無駄に引き下げただけじゃん。引きつけろ。それでも上結果ですぞ。あとも問題ないかな。普通に逃げるんかい。馬頭軍最後の都市部への攻撃はすでに開始してる。このメンバーなら負けはないですな。誰か連携してやれよ。加工園にも暗殺者を覚えさせるべきかもですな。混乱通はでかいからな。てか、燃えてるし。効果は使える戦法ランキングトップクラスだと思いますぞ。馬頭も撃破して VA 進軍再開。長安でも迎撃開始。理数と総称の攻撃ですな。無効だ。それはさすがに無謀では。武力差は3、なくはない。運次第ですな。我が大斧のサビにしてくれん。我が槍さばき、とくと目に焼き付けよ。いきなりか。半分以上削りましたぞ。我が武勇、手も足も出なかったじゃん。曹操軍も巨巨と加工園以外は怖くないですな。ぐぬぬ、仕掛けられたなら巨巨が出てきたのに。問題なく撃退できそうですな。応援効果もあるからかなり強力だな。これはなかなか。応援の効果もありますが、優勝軍は組み足しかもですぞ。ここで総称が仕掛けていく。この差ならなんとかなるはず。公主寺が相手になってやるぞ。我こそはと思う者はおらぬか。負けるのかよ。低調な一騎打ちの連続ですな。盛り上がらん。超人撃破。残るは5球だけ。ちょっと中途半端だけど、今回はここまで。次も見てほしいですぞ。